はい、こんにちは、ジュリアです。カード開封動画328回目は2020年発売バイスクルプレングカードスライスニューエラ100th anniversary です。100周年記念のニューエラのもう一つのバージョンで、ポーカーサイズのちょうど1/2サイズのスライスバージョンとなっています。このスライスバージョンはバイスクルフラグメントデザインザ・コンビニとか、バイスクルアジェンダプレイングカードの、通常版の方でこのスライスバージョンのトランプがあるみたいですけど、あんまりね見ないですよね。とりあえず開封したいと思います。箱を見ていきます。バイスクルニューエラプレイングカードのスライスタイプですね。横面がオリジネーターオブザスルーフィットニューエラ、反対側がニューエラバッファローニューヨークでロゴマーク、上面がニューエラ100周年のマークですね。100で1920から2020になってます。でバック面の方は今のマークにデザインが入ってて、これがバック面かちょっと開けてみないと分かんないですね。で下面の方がバーコード2020年、バイスクルのブランド名の後にメイドインチャイナって入ってリサイクルマークですね。よく見たら昨日のやつもメイドインチャイナになってますね。だから微妙な品質だったのかもしれないですね。はい、というわけで開封したいと思います。これもあれですね、ティアテープじゃなくて全部剥がすシュリンクタイプですね。クロージャーシールがないのでこのまま開けたいと思います。ちょっとねパンパンで開けにくいな。スライスタイプ初めてで、ちょっとこれはここが破れちゃいますね。はい、この感じのヘラを使ってゆっくり開けないと多分この辺がダメージ受けちゃいますね。フラップ側がどうやら、あ、バック面の方は箱の裏面と全く同じですね。こちら側も一応メタリックインクが使われていて左右があるという感じかな。これはちょっと扱いづらい。滑りの方はいいので広がりはまあいいと思います。端っこがハートのキング、ということは並びの方がエースからキング、エースからキングっていうのが全部同じ向きに向いてる感じですね。中の入り方が違うのもメイドインチャイナだからかもしれないです。はい、あれ、びっちり54枚しかなくて広告カードなしみたいですね。5950のタイプの帽子と5950のロゴマークのジョーカーなっていて、ニューエラの5950のスペードのエース、数字の方は普通に縦長になった感じの表示になっています。絵札のカードは5950のニューエラ V2 の方と同じ表示になってるのかな。それが縮小されたような感じですね。これはちゃんと4種類別々の感じになってて、ちょっとね縦長はかなり広げにくいですね。やっぱり絵札のカードはエースのカードに書いてある帽子になっています。ただ帽子がこれ赤くなってて、ちょっと表示のカラーリングはちょっと違ったのかな。クラブのはハットになってますね。4種類の色だったのが黒と赤のみになって、帽子の種類だけが違う感じですね。クラブの絵札、帽子の種類がね若干違ってるみたいですね。はい、赤い5950に似た感じですけど違う種類の帽子みたいです。で最後がハートのキングで締めてます。ちょうど54枚しか入ってないので、これで一応のところスタンダード2019年の54枚と比べてみます。厚みの方は
2019年のスタンダードにも3枚分の厚みなので、昨日のこれと全く同じですね。ちょっと広げにくいですけど、ファンは広くあります。サークルの円状よりはね、ちょっとやりやすいと思います。はい、スプレッドも問題なく広がるので滑りの品質はいいと思います。細いので途中で広がったりしますね。ちょっと気をつけてやらないとあれです。弾力の方問題なく品質はいいと思います。あとファローが入るかですね。この細さでファロー入れる必要性もないと思うんですけど、はい、ファローは入らないです。はい、おそらくなんかチャイナ製なのでトレーショナルカットっていうそういう概念がないかもしれないね。作業工程にリフルファンはちょっとかなり難しいです。はい、こんな感じです。バイスクルプレングカードスライスニューエラ100th アニバーサリーを開封しました、ね、このミニタイプのバイスクルを開けるのは初めてなんですが、品質の方が悪かったのはメイドインチャイナだったせいみたいです。で、まあ、品質悪いって言ってもファローが入りにくいだけで、あとファンが広がりにくいとかは形状の問題だと思います。まあ、デザインはいいのでコレクションアイテムとしてはいいと思います。それではジャンル分けします。2019年のスタンダードよりも3枚分なんでね、前回の同じ100周年記念のやつと同じで分厚いです。品質の方はいろいろ差し引いてもあまりいいとは言えないので悪いです。で、ニューエラのコラボ、ニューエラの帽子のコンセプトデザインで、一応まあこれもソールドアウトになってて、あんまり売ってるとこがないので、レアレッグコレクションになると思います。バイサクルプレイングカードスライスニューエラ100th アニバーサリーでした。よろしければチャンネル登録、いいねボタンよろしくお願いします。それでは。